立川競輪地元選手のぶっちゃけ話。はい、ということで今日は誰ですかね。今日誰だ。はい、おすごいじゃん。はい、すごい、125期東京所属の川越博美です。よろしくお願いします。お願いします。すごい今の登場は、いやちょっと久々に撮りました。すごいなんかふわっとってことは陸上をやる、はい、幅跳びを15年間ぐらい。すごい軽やかに。うちらじゃ絶対無理だよ、多分。そう、手前ぐらいでゴスって落ちますよね。陸上を始めたきっかけって。陸上を始めたきっかけは父親が陸上の選手で同じ種目なんですけど、それでなんか勝手にあの幅跳びの試合にエントリーされてて、小学3、4年生ぐらいだと思うんですけど、そこからまあ流れで始まっていった感じです。勝手にエントリーされて飛べるもんなの。なんかもう飛ぶしかなくなってもう父親の影響で始まったって感じですね。それを何歳まで。23、24。大学まで。大学卒業してからやってたんですけど、怪我であんまできなくて続けてたんですけど、試合にはあんま出れてなかったって感じ。じゃあ競技歴めっちゃ長いですね。15年ぐらい。本当にそこから競輪に。そこからはい、ちょっともう無理だっていうことで、もともと父親に言われてたのもあって競輪行きました。引退したら競輪選手に。お前は引退したら競輪だなって言われて。すごいすごいな。いやなんかあの東京の県社員の和賀さんとかが自分の父親の教え子みたいな感じらしくて、日大なんですけど、和賀さんも元気さんも父親も日大で、自分は東海大なんです。え？東海大どこですか？秦野らへんですね。あ、そうか、大学か。大学、はい、大学。高校だもんね。高校でした。あ、そうなんですか。素顔。あ、そうです。すごい。なんか今プチ情報入ってたんですけど、お父さんすごい。オリンピアンですか？そうですね。一応出てたっぽい感じですね。幅跳びってあれかっこいいですよね。走る前にかける。ああ、やります。やる人は。ですか。ああ、でも人生でそんな3回ぐらいしかちょっとだけ。ここぞって時にやる感じですね。乗り始めたのはいつからですか？は25で乗り始めて。あ、じゃあアマチュア歴がそんなに長いわけじゃないんですね。そうですね。そこからじゃあ今養成所か。養成所入って、この間ルーキーシリーズ2戦走ったんですよね。あ、はい、2回走りました、はい、どうでした？同期にボコボコにされて帰ってきました、ね、難しいなって思いました。なんか聞いたんですけど車好きなんですか？車めっちゃ好きですね。じゃあもうそこはもう話が通じてしょうがないわ。何車もう難しいです。なんかいろいろ好きですね。でも会社が好きです。今もう乗り回してる感じ、これから買う感じですか？あ、まあ家のなんですけど、まあ、乗ってるんですけど、まあ、乗りたい車いっぱいあります。じゃあたくさん稼いで。そうですね、稼いでいろんな車乗って、もうちょっと暇さえあればカーセンサーとか見ちゃったり。はい、でっかいのが好みですか？一旦ちょっとでっかいの乗ろうかなって思ってます。練習以外は寝てますね。じゃあ回復に当てるタイプですか？あ、でもウエイトとか筋トレ好きなんで。練習です。あ、練習か。練習ですね、自分今。いや、でもなんか多分自転車には繋がってない。ああ、自己満の、はい、じゃあ見せる。あ、見せる感じの筋トレしかしないかもしれない。あれ、練習って今誰とやってるんですか？河合さんに面倒見ていただく時もありますし、まあ、寺沼さんたちとか。あ、はい、河合くんって同門になる。あ、はい、同門。あ、そこのファミリーも結構ね、梅川さんに。そうなんです、ね、僕以外はちょっと強いんでプレッシャーですか？そこにじゃ食い込んでって。そうです、宿舎でどう過ごされてますか？僕なんかルーキーの時はもう DVD しか見ることないなと思って。リコはもうずっと DVD持ってます。あ、 DVD ですね。そんなに見るのあるのってぐらい DVD、やっぱ DVD ですよね。お湯に浸かりながら DVD と。開催の時になんかこれあると役立つよみたいなグッズありますかね？自分の目覚まし時計。ああ、あれはなんか結構みんなライトつけるやつ。ライトつけるやつ。え、ルーキーシリーズ持ってかなかったですか？持ってかなかったっすね。行けました？行けました。すごい。勝手に置けるんですか？あ、そうっすね。なんかちょっとなんか本来起きる時間に早めに起きちゃって、一回起きたらなんか次2時間後に起きようって思ったらなんか起きれる。すごい感じです。なんかこの能力つきましたね、養成所で。その体質いいな。本当に羨ましい。
です。そうなんです。なんかパッと起きるチャンス。お誕生日？あ、今日地味に誕生日です。おめでとうございます。何歳ですか？28年です。今日誕生日だったんだ。今日何日？7月3日。7月3日っす。あれ、うちの犬と同じ誕生日。そうです。それ。うちのプードルと同じかもしれないです。ちなみにデビュー戦はどこ？デビュー戦は地元の慶応学園です。慶応学。はい。プレッシャーが。いや、そうですね。もう緊張しますね。どうですか、意気込みは。いや、もう地元デビューってのはなかなかないと思うので、まあ、出し切れるように、力出し切れるように走りたいと思います。慶応学って本当人お客さんが多いね。あ、本当にすごい声援と。確かにそうですね。お客さん確かに結構いますもんね。しかも金土日だから。あ、じゃあすごい、うちですごいプレッシャーかけてくる。いい予定だ。すごいプレッシャーかけてくる。緊張するって言ったら金土日なんで。緊張するタイプですか？いや、なんかそんなに多分しない。割とリラックスして走れるタイプ。はい、初日は緊張しそうです。ルーキーシーズンもそうだったんで。あとは全部大丈夫だったんですけど。じゃあ次、もし立川を走ることがあった時、はい、意気込みを。地元 の応援してくださるファンの皆さんに期待に応えられるように精一杯走るので、応援よろしくお願いします。ということで、今回は125期の川越博臣選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様にご報告があります、はい、今回のこの動画で私たちは MC を降りることになりました。今までお世話になりました。もちろんデビュー戦誰だったんだろうね。いや、気になりますよね。絶対そうなって、オープニングもめっちゃ元気なかったしさ。確かにめっちゃ気晴らしみたいなね。今はこんだけが割と頑張ってるけど、しかも約 7、8年。すごい長いですね。結構見てるって言ってもらえるよね。いや、選手が結構見てるんですよね。しかも立川の競輪の時流れてるんでしょ、これ。なんかずっと合間に流れてるんで。たまにああいうとこで流れてるんです。感傷深いですが、私だってこのぶっちゃけ話で、あ、太ったから痩せようとか思ってた。客観的に自分見れるじゃん、動画でさ。確かにそうです。ちょっとやばい、太ってるから痩せようみたいな。しかもなんかいろんな、ずっと撮ってるから、ね、変化がね。あ、ちょっと自分も遡って最初見てみよう。そう、だから次から太ってるの気づかないから教えてくれる？わかりました。最近太ってないですか？気づいたら、最近ぶっちゃけ出てないからって言いますね。自分じゃわかんないからさ、毎日見てるから。次の MC なんですけど、若手 たちの皆様。次からまた変わった形態でお送りしていければと思ってるんで、確かぶっちゃけ話、今後も楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。